皆さんこんにちは、ラピッ TV です。今日はね、月面の不思議な場所、こちら右上にあります、この画像、月面にある不思議な穴、知的生命体が何か機械を使って掘削している大きな穴、いろんな重機がここら辺に映っております。この不思議な場所を見ていきたいと思います。その前にこちらアポロ12号が月着陸船のね、アセントステージを月面に高位に激突させた時、月はね、1時間鐘のようになったと主張され、鐘のように空洞であるに違いないと議論が生じました。こちら LROC の写真から見ていきたいと思います。果たしてこの噂されている月は空洞なのでしょうか。こういったところに知的生命体が大きな穴を掘っている写真を見つけましたので、そのリンクに飛びたいと思います。では次の写真に行きたいと思います。はい、これがフィルターをかけて拡大した写真です。最大の500まで拡大したところ、これがその掘っているクレーターですね。下は真っ黒で見えないんで、かなりの深さがあると思います。ここに周囲を掘っている掘削機というものがあって、こんな感じで掘削しているような感じに見えます。ここにも影が見えております。何か機械か人物かがいますね。そしてここにもあります、ここにもあります。影が同じ方向に伸びております。でここに大きな掘削機かなんか建物が見えております。その影がこれになります。この辺にもいろいろありますよね。工場地帯なのか、こういったものが見えております。それとこれですね、長いタワーみたいなものが見えております。クレーンなのか、これは明らかにね、この大きな地下につながる穴を掘っているところだと私は推測しました。皆さんはどう思われますか？この LROC のリンク貼っときますんでね、その座標位置も貼って、どういった感じで見つけるかも説明しますので最後まで見てください。月面で見た不思議な場所見ていきたいと思います。次の写真です。はい、これが色を変えたフィルターです。より分かりやすく白黒をはっきりさせました。こういったところにもなんか建物状のものが見えております。これはこの高い建物ですね。クレーンなのか、クレーンのような形に見えますよね、掘削機みたいな。はい、そしてここに何か工場みたいな、都市みたいなものが見えております。ここにもありますね、1台。そしてこれが外周を削っているのでしょうか、掘削機のようなものがここに飛び出して削った跡みたいなものが見えております。ここにも機械がありますね。でここにも何かあって影が伸びております。果たしてこれは何でしょう。皆さんぜひコメントください。月面で見つけた不思議な大きな穴、クレーターを掘って月面の地下基地に行く通路を拡張しているところなんでしょうか。こういったものが発見されました。次の写真です。はい、これが LROC の正式リンクの画像を 100% で見せているところです。明らかに他の画面と違いますよね。こういったクレーターとは明らかに違います。ちょっと拡大します。はい、拡大しました。明らかに違いますよね。この辺のクレーター見てもらえば分かると思います。はい、大きな穴がガパッと開いておりますね。そこを掘削しております。ここにも何かありますね。で影が伸びて、たくさんの、まあ、重機みたいな掘削機みたいなものが見えて、ここに仮の工場か何か見えております。皆さんこれは何と思いますか。次の写真です。はい、これが、まあ、角度を変えて上下方向を逆にしたところです。こちらから今度は光が当たっているように回転させたところです。画像を、はい、影が伸びております。この長いほどこの建物の高さがあるということになります。これは小さいですよね。そして次に、そしてこれが巨大、そしてこれが、まあ、クレーターの周りを掘っていっている重機だと思います。ここにも影が伸びております。これにも影が伸びております。果たしてこれは何でしょう。はい、その1ですね。これが座標1となります。この赤丸でつけたところ、この
LROC のリンクに飛びますと、こんな小さな写真がありますので、それを拡大していくと、まず見つけ方としてこういったものね、色の違い、円状になったこういうクレーター、色分けされたような感じの濃い部分、その中間みたいな、このこういったところを見つけて、その左横です、ここですね、はい、これを拡大すると見えてきます。いきますよ、はい、これです。さらに拡大します、はい、これになります。これを拡大するとね、見えますので、まずキャプチャーして、自分でここの部分をキャプチャーして、さらに500%まで拡大してください。はっきり見えてきます。次の写真です。はい、この位置ですね、覚えておいてください。この赤丸の中のこのクレーターとなります。そしてこれ、はい、どうですか。そしてズームします。こんな感じです。すごいでしょう。私もこれを見つけてびっくりしました。月に知的生命体が穴を掘っている様子ですね。まあアポロ12号月面着陸者を、まあ、好意的にぶつけたというアセントステージをね、月面にぶつけた時に鐘の鳴るような音が1時間鳴り響いたという月面、果たしてこれは何でしょう。地下にやはり基地があるのでしょうか。そして月は巨大な衛星なのでしょうか。宇宙人が作った人工物なのでしょうか。そういった感じで皆さんコメントください。こんな感じですね。そしてこれが座標です。そしてこれ、リンクを貼っときますんでね、自分で見つけて、今のようにして見つけるとこの画像見れます。これ500%まで拡大したところです。かなり大きな、はい、重機が削っているところが見えます。そしてクレーンみたいなものがあります。建物も見えております。そしてこれ、まあ、最大まで拡大したところをお見せしております。はい、連続でお見せします。こういった感じになります。それでは最後にその写真まとめましたんで、ね、動画にしましたんで、それを見ながら説明して終わりたいと思います。では次の画像に行きます。はい、スタートです。これは私がスライドショーしたものです。見てください。はい、引いてってます。はい、これがその例のクレーターです。明らかにぽっこりと井戸のように穴がほげております。その周りにこの重機が削っていっている様子が見えます。そしてここに建物か何かクレーンみたいなものが、影が伸びております。はい、これですね。はい、大きな穴です。下真っ暗ですね。はい、そしてここもあります。皆さん、またこの写真でね、不思議なところを見つけましたらコメントください。はい、これすごいですよね。なんかありますよね。そしてこれ、はい、これがそのリンクの座標位置です。見つけ方はこれですね。この写真を、これを見つけて、その左横です、これです。このクレーターを見つけて拡大してみてください。今日見つけたのは、月面で穴を掘る、掘削する知的生命体、月面の知的生命体が地下に向かって穴を掘っている様子を見つけましたんで、皆さんと一緒に検証してきました。果たしてこれは何でしょう。明らかに普通のクレーターとは違いますので、皆さんも自分の目で確かめてみてください。これはフィルターをかけて、これがその掘削している機械となります。はい、またフィルターを変えました。最大まで拡大しているところです。はい、こういった感じで皆さんもいろいろフィルターをかけて調べてみてください。今日は月面で見つけた地下へのクレーターを掘っている掘削機、それと知的生命体みたいなクレーン、都市の跡みたいなものが見えますので、ぜひ見てください。今日見つけた月面の不思議な場所、また不思議な場所を見つけましたら皆さんにご紹介したいと思います。ラピ TV でした。いつもコメントありがとうございます。ではコメントお待ちしております。ではまたです。さよなら。